大金を盗んでおきながら被害者に小銭だけ返して感謝しろとふてぶてしく言い放つ岸田文雄首相が突如言い出した1人4万円の所得税住民税の定額減税はそんな悪辣で姑息な詐欺であるそれで支持が得られると思っているのだからあまりに有権者をバカにしている岸田首相の混沌は見えすいている たった4万円で票が買えると思ったら大間違いですそう語るのは経済ジャーナリストの荻原博子氏である年4万円なんて月にすれば3333円1日109円ですよ物価高騰でスーパーでは大幅値上げされた商品が売れない庶民は買えないんです このの程度の減税で物価高騰に耐えられるわけがない。選挙をにんだ、見せ金、だとすぐわかる自民党内でもこの減税は評判が悪い、反主流派の閣僚経験者は、こんなものは経済対策ではない、と突き放した言い方をする、物価高騰対策なら全部給付金にすれば年内にも配り始めることが可能だ。 しかし、減税だと実施できるのはサラリーマンには早くても来年の夏、自営業者は再来年の確定申告のあとになってしまう総理がこんな即効性のない減税にこだわる理由は、増税メガネと呼ばれたくないからだ役人の振り付け通り減税の規模は小さく、実施は遅らせる、この絵図面を書いたのが財務省だ。今こそ 成長の成果である税収増等を国民に適切に還元する9月25日の会見で異性翼をぶち上げた岸田首相だったが長崎と高知徳島の衆参補選で苦戦敗北した翌日10月23日の所信表明演説では言い方を変えた税収の増収分の一部を公正かつ適正に還元し物価高による国民のご負担を緩和いたします 還元を税収増の「一部」に限定したのである所信表明演説に「一部」という文言を盛り込ませたのは財務省だ財務官僚たちは「増税クソメガネ」と呼ばれたくない一心で減税にこだわる岸田総理おかげで「減税クソメガネ」と呼んでおり減税の規模を小さくするために総理を巧妙に誘導していった減税期間も1年に限定した 岸田首相のいとこで財務官僚出身の宮沢陽一自民党税調会長は官邸で首相と会談した後所得税減税について1年というのが極めて常識的だろうと発言して縛りをかけたすると岸田首相はテレビ東京の番組10月24日放送「ワールドビジネスサテライトで」で財務省の振り付け通りの発言をした 所得税減税の期間は来年1年限りの臨時減税という見方を示し、規模についても2年分の所得税などの増収分をお返しするのが最もわかりやすいと語った2022年度の所得税収は2020年度比で約3.3兆円増えている。 減税の立案に関わる官邸スタッフは、所得税減税の対象者は納税者とその扶養家族で約8600万人、そこから逆算して財務省が1人4万円減税、約3.3兆円という金額をはじき出した政府関係者と説明しているが、3.3兆円というのは2022年度分だけの増収額である。 減税額には2021年度の所得税増収分約2.2兆円が含まれていない首相に2年分をお返しすると言わせながら財務省はこっそり1年分を削ったのである税収増21兆円を還元するなら1人24万円減税を本来国民に還元すべき国と地方の税収増はそんなものではない 国の税収は2020年度から3年連続で過去最高を更新し、所得税、消費税、法人税などを合わせた2年分の税収増は約16.5兆円、2年連続過去最高の地方税の2年分の増収、同約5.1兆円、を合わせると軽く21兆円を超える。 この税収増を全額納税者とその扶養家族に還元すれば減税額は1人24万円になる計算だ4万円減税3.3兆円は還元どころかけちりにけちった金額だとわかる国民の財布から大金をせしめておいてそれを少しばかり戻して適切に還元したトムネを張る姿はぬすっとたけだけしいというほかない 前出の小木原氏が指摘するこの2年間物価高騰で家計の負担はものすごく重くなっている同じ食品を買っても値段が上がっているから消費税を多く払わされる実質賃金は下がっているのに名目上給料が増えているから所得税も社会保険料も多く取られる可処分所得はどんどん目減りしている 税収増は国民から絞り取ったものですさらに政府はこの10月から増税していますインボイスの導入で年商1000万円以下の自営業者の多くは消費税を納めなければならない状況に追い込まれた明らかに消費税のインボイス増税です岸田首相は国会の代表質問にインボイス制度を廃止する考えはないと明言したが その口で所得税減税をアピールするなど欺瞞としか言いようがない。以下はネチズンのコメントをまとめたものです。岸田さん本当に自分の意見かと思うくらいおかしな政策しかしない。総理大臣って日本のトップでなおかつ日本在住なんだからその時に最優先する事項くらいわかるはずなのに 民間企業のサラリーマンや主婦が政策を打ち出した方がよっぽどいい政策が生まれると思います。税金を取り過ぎたなら徴収し過ぎたところへ返すのが筋だと思うけど一律に少額のお金を返還して返したよねとアピールし残りは懐に入れるなど強欲な利金主義といえよう。 また、今後も毎年取りすぎることになると簡単に想像できるのだから税金の徴収方法も見直すべきだし、国民の収入が世界基準で見ても低すぎる使いの打開策を早急に、24万円では到底足りない、筆者が何度も強調している、10万円 ×12 ヶ月イコール120万円でもなお、2割足りないくらいだ。 財務省が消費税強行以来続けてきた失政の連鎖責任と国民にもたらしてきた大損害と企業活力を喪失させて日本経済自体をダメにした凶悪犯罪に対する賠償金としては一人一当たりその2割増しでも全然足りない財務省の失政犯罪連鎖についてはこれまで述べてきたとおりだが 1989年以来のその罪の連鎖について知らない人は最近し特に経済実情や企業動向と世界潮流についてよく勉強してほしいこの悪い円安と世界情勢や天候不順で物価高騰の状況でインボイス導入をスケジュール通りに進めたのはまずかった景気や所得増が好転している中でやるならまだマシだったと思うし 経済と何より物価高に合わせて所得が増えるまでは国が国民に投資するぐらいの政策を打ち出さないと、このまま物価高に押し潰されるし、節約志向そのものも経済が回らない要因になり、ちまちま目先の対策だけではどうにもならんぐらい国民の方が実感しているからこそ支持されないのは当然かと、年間4万円で月当たり3333円の減税で何ができる。 1>, 1年間の消費税廃止とか、10万円を給付してくれた方が現実的である。そもそも最低賃金が少し上がったくらいで何が変わる政治家が議員報酬をなくして最低賃金で議員活動するのが先ではないですか